何も見えない。始まりました。今日はね、じゃん、ブリッツからこんなエアコンフィルター、光で消臭。なんかね、まあ、今花粉の時期じゃん、まあ、今な花粉なんかより、まあ、インフルとかコロナとかがあれだけど、これね、なんか光で消臭プラス洗ってまた使えるらしい。結構エアコンフィルター使い捨てじゃんね、1万キロぐらい、まあ、1年1万キロとかでおすすめして使い捨てなんだけど、これは洗えるんだって。中性洗剤でお気づけ洗いし、もう一回使える、まあ、ちゃんと乾かしてだけど、これだけでだいぶエコだよね。最近はさ、エアコンフィルターもいろんなのがあって、まあ、安い、まあほんとピンキリなんだよ、エアコンフィルターも。安いやつだと多分このフィルター自体がスカスカなんだろうね。ほんとだってネットとかでどこが出してるかもわかんないやつだとめっちゃ安いのあるけど、多分このフィルターの性能が、あと私が最近よく見るのはね、ビタミン、中にこうビタミンが入ってて、その風とともにビタミンも一緒に出てくるみたいな。基本私はそういうのあんま信じないけどでも今この時代いろんな科学がさ進化してるから、日焼け止め一つ取ってもだいぶ効くからね。やっぱちゃんと効いてるんだと思うよ、あんま分かんないだけで。今回は光、これは花粉、チリ、ホコリ、ダニ、カビの予防。すごいね、これ自体は無臭。これ何、上田の車やってあげんのこれ。はい、なんだ生意気だなあ、でも2段構造になってるわ、多分これがそうなんだろうな。基本フィルターってこの蛇腹状っていうのかな、こうやってほら、その上にこの青い、多分これがその光のやつなんだろうな。ちょっと86、まあ、BRZ ってやったことないんだけど、大体はここかな。簡単だね。86も一緒かな、 BRZ も。ここだね、ここに。ああ、これか。だいぶ汚れてますね。で、つけてあげる。まあ、だいたいこの向きに合わすんだけど、たまに矢印を下向きにしてくださいみたいなもあるから、まあ説明書読んだ方がいい。ちょっとエアコンの構造を知らないと向きが難しいかもしれんが、大体は説明書に書いてくれ。で、蓋を戻して OK。まあこの車の場合工具が一切いらないね。まあ3号も工具いらなかった。でも物によってはね、工具が必要なやつもあるから、そこだけ要チェック。でこれをつける。これ忘れる人が多いんだけど、マイティッシュはこのままなんだろうね。これで終わりだね。 OK。 まあついでにいろいろ過去にも紹介しただろうけど、ファンの掃除のやつとかついでにやっちゃってもいい。まあ、今回はエアコンフィルターだけ結構プラスね。あとね、まあ、今はこういうウイルス除菌の時代なので、 T&E さんが出してるこのウイルスプロテクター、まあ、コロナに効くかは知らんけどノロウイルス、インフルエンザ、 SARS らのウイルス。 SARS が大丈夫なら大丈夫な気もするよね。でもこれは車だけじゃなくてどこにでも使えるんだ。室内、浴室、トイレ、生ゴミ、スリッパ、衣類。車用ってわけじゃないけど、一応 T&E が出してる。これも、これはだからもう塗っちゃダメなとことかあんのかな。ね、書いてないね。私はこういうのよくダニ防止臭みたいなあるんだよね、お客さんがやりたいって言ったらやってあげるけど、まあこういうシートとかこういうとこじゃなくてね、
こういうとこはまあ拭いて除菌のやつがいいと思うよ。こういうスプレータイプだとちょっと変色しちゃったりする可能性もあるから、こういうところはちょっと 拭くタイプの除菌じゃなくて布だよね。布とかはもう今時代はもうシートも、これこの場合こっちがちょっと革なので、ここはあんま塗んない方がいいから、こっちの背もたれだね、布のとこだね。あと大事なのこの上、上の除菌をね忘れる場合もあるから、これをやるだけで除菌してくれるのっていいよね。あとね、これと T&E が出してるのはね、中身は一緒らしいんだけど、こっちはよりもっと室内を密閉して、ここに説明書にある通りエアコンとかをつける、だからエンジンかけっぱとかでエアコンをつけて、ファンここに全部書いてあるんだよね。これね、意外と室内で変なとこに行っちゃいけないから、内気にしてください、外気にしてくださいって物によって違うのね。だから内気にすると外気にすると書いてあるから、でこれロックがついてて、一回押し込むとスプレーがずっと出続けるタイプ、ゴキジェットみたいなやつ、ゴキジェットじゃない、バルサンみたいなやつバルサンみたいな、こっちがゴキジェットだったらバルサンみたいなこれを多分これドリンクホルダーとか、こう車両の真ん中あたりに置いて噴射して閉めて5分10分置いて、その後ちゃんと換気してってやつ、これの方がより空間除菌だよね。空間、こっちはこういう布とかさ、成分一緒だから、まあどっちがいいかでね。これでも全体になるから、ちっちゃいお子さんとかいる人は年に1回とかやってあげた方がいい気がする。私もこれちょっと上田のに使うぐらいだったら私の参考に使おうかな。これ空間、お子さんがいる家族はおすすめ。ということで今日のみかん TV はここまで。